俺が寝ているとでも思ったかい。よく起きてたね。あった。あ、これ、はい、メリークリスマス。負けを認めるのかい。うん、夢だし。え、そんな。やけに子供多いね。今日から冬休みだしね。今日から冬休み。いうことは今日勝てなければ今年も全敗。今年も散々からかわれたんだ。何か勝てる勝負を考えなければ。高木さん、ちょっと寄ってかない。いいね。今日からなんだよな。だが今は勝負の時。あ、今日からなんだよね。知らなかったよ。しいね、高木さん。うん、好きだから。高木さん、そんなに百方好きだったのか。やんないの西方。これはかえって好都合かもしれないぞ。高木さん、勝負しないかい。いいよ。いいの。お、ずいぶん余裕だな、高木さんめ。今年最後の真剣勝負、華麗に勝ちを決めてやるぜ。どれ狙うの。そりゃもちろん。なんて取りにくそうなところにいる。それに引き換え、あのパズル取ってくれと言わんばかりじゃないか。パズルはそんなに欲しくはないが、しかし勝利は目の前だ。パズル、んー、そうさ、俺が欲しいのは勝利。よし、いけ。じゃあ次私ね。2人セット狙おう。な、ことだ。俺は勝負に負けた。ねえ西方。何？これでよければあげるよ。いいからいいから。好きって言ってたのに。最初に言ってたやつ、 100% 片思いのことじゃないよ。え？私が好きって言ったのはクレーンゲーム。よかったね、ワン欲しいの手に入って。バレてる。カップル多いね。みたいだね。カップルのふりして来てる人もいるんだろうね。かもね。高木さんめ、恥ずかしがらせようとカップルカップル言ってるな。そうはさせるか。いざとなれば俺だ。カップルなんてチョコザイな言葉、恥ずかしがらずに言えるのさ。すいません、カップルの西方。しまった、略した西方ですって言おうと思った。あそこに座るのか。すいません。ごめん。なんだった？カップル特典。イケオがサンタクロースか。すご。西方はどんな子がタイプ？キュン子みたいな子がタイプかと思って。いや。ねえ西方、勝負しない？あそこの電柱まで競争。どうしたんだ急に。一体どんな策を。じゃあ。よーい。考える暇もくれない。とにかく頑張って走る。それしかない。負けちゃったか。勝った。俺を見くびりすぎていたな、高木さん。なんだか弱々しいぞ。何をやっても勝てそうな。高木さん、どっちでしょう。こっち。残念。おかしいな。なんか、いやいや、気のせいだ。俺はもう完全に高木さんを。見て西方。のごめん、こけちゃった。ドジだな私って。大丈夫？さっきからなんかおかしいよ。キュンコの真似出ただけだから。そういうことか。勝てたと思ったのは幻。なんで急にそんな。可愛いって思ってほしくて。高木さん、これ今日のお礼。ありがとう。私もメリークリスマス。ありがとう。夢の時は恥ずかしくなかったのに、これって寒くなさそう。寒いよ。